プレーナンバー 1-1 広島城北キックオフ、キッカー15番総督、リターナーは23番と35番。このキックはエンドゾーンまで入りタッチバック。タッチバックとなったキックオフは総督高校自陣25ヤードからの攻撃となります。プレーナンバー 1-2 総督高校ファーストダウン10、ボールオン自陣25ヤード。1回目の攻撃、攻撃権更新まで残り距離10ヤードを指します。ナイスラン、ファーストダウン。スロットバック25番リバースプレーで右オープンを展開、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー 1-3 総督高校ファーストダウン10、ボールオン自陣40ヤード。再び1回目の攻撃からとなります。中央へのランプレー、ゲインは約3ヤード。ゲインは獲得距離を指します。キャリアは29番。プレーナンバー 1-4 総督自陣44ヤードからセカンドダウン6。2回目の攻撃、攻撃権更新まで残り6ヤード。クォーターバック30番パスと見せかけて右オープンへのキープ、約4ヤードのゲイン。プレーナンバー 1-5 総督自陣48ヤードからサーダウン2。 3回目の攻撃、攻撃権更新までは残り2ヤード。総督ファーストダウン。スロットバック25番再びリバースプレーで右オープン展開、縦に切り上がりファーストダウン獲得です。プレーナンバー 1-6 総督相手陣46ヤードからファーストダウン10。再び1回目の攻撃からとなります。攻撃権更新までは残り距離10ヤード。スロットバック25番ハンドオフを受け中央突破を図りましたがゲインは1ヤード。プレーナンバー 1-7 総督相手陣45ヤードからセカンドダウン9。 2回目の攻撃権更新まで残り距離9ヤード。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック30番ワイドレシーバー4番にパスを通しファーストダウン獲得です。プレーナンバー 1-8 総督相手陣35ヤードからファーストダウン10。攻撃権行使まで残り10ヤード、タッチダウンまで残り35ヤードです。パス不成功。クォーターバック30番ワイドレシーバー23番へのパス、しかしパス不成功です。パス失敗ですと元の地点に戻り次の攻撃に変わります。プレーナンバー1の9、総督相手陣35ヤードからセカンドダウン点。ここで総督ドロープレー、パスに見せかけたランプレーを図りましたが、これは城北がアジャスト、約3ヤードロス、キャリア39番。プレーナンバー1の9、総督相手陣35ヤードからサーダウン13、攻撃権更新には13ヤードの獲得が必要です。QB サーク、クォーターバック30番、プレーアクションからのパスを投じようとしましたが、これは城北が QB サーク、さらにロス。プレーナンバー1の11、総督フォースダウン16、パントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃放棄、陣地挽回を図るプレーです。パンター23番。スラップミス。ここでスナップミスが発生しました。パンター23番、これをリカバリーしリターンを図りましたが、大きく後退し攻守交代です。プレーナンバー1の12、城北相手陣38ヤードからファーストダウン点。中央へのワンプレー、ゲインは約1ヤード。プレーナンバー1の13、城北相手陣39ヤードからセカンドダウン9、2回目の攻撃、攻撃権更新、残り距離9ヤード。中央へのランプレー、キャリア15番 QB 自ら中央突破。ここでウォーターブレイクです。アメリカンフットボールは審判の判断によりクォーターの半分でタイムアウトを取ることが許されています。近年の暑さ対策のためのタイムアウトですが、コロナ対策により今は選手たちにフェイスシールドを装着を義務付けております。これによる暑さ対策も兼ねてタイムアウトを取られております。プレーナンバー1の14、城北相手陣33ヤードからサーダウン3、3回目の攻撃、攻撃権更新まで残り3ヤード。ランワック46番クイックトスを受け左オープン展開を図りましたが、これはゲイン1ヤード、フォースダウンと変わります。プレーナンバー1の15、城北相手陣32ヤードからフォースダウン2、プレーを選択します。ギャンブル。2ヤード獲得しないと攻守交代となります。クイックパント、プレーに見せかけたパントでした。このパントはエンドゾーンを越えタッチバック、タッチバックとなった場合相手チーム総督の自陣20ヤードからの攻撃と変わります。プレーナンバー1の16、総督自陣20ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、キャリア35番して39番です。ゲインは約1ヤード。プレーナンバー1の17、総督自陣21ヤードからセカンドダウン9。パス成功。クォーターバック30番ワイドレシーバー25番にパスを通し約8ヤードのゲイン。プレーナンバー1の18、総督自陣29ヤードからサーダウン残り1ヤード。中央へのランプレー、総督ファーストダウン、キャリア39番中央突破しファーストダウンです。プレーナンバー1の19、総督自陣31ヤードからファーストダウン10。タッチダウン。スロットバック23番リバースウェイで右オープンを独走、そのまま相手ディフェンスを振り切りエンドゾーンまで駆け込みタッチダウン。総督6点獲得。プレイナンバー1の20、総督トライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーです。キックですと1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点加点します。総督1点のキックを狙います。キッカー23番。このキックは失敗、6点止まり。総督高校6点、城北高校0点。プレーナンバー1の21、総督高校キックオフ。先ほど得点を挙げた総督のキックオフにより試合再開です。キッカー23番。城北高校リターナーは2枚。スクイブキック、城北リターン。城北陣35ヤードを超えたところでボールデッド。プレーナンバー1-22、城北自陣37ヤードからファーストダウン点。クォーターバック15番スイーププレー、左オープン展開、ゲインは約3ヤード。プレーナンバー1-23、城北自陣40ヤードからセカンドダウン7。城北高校ファーストダウン。クォーターバック15番パスフェイクで自らキープ、大きく前進しファーストダウンです。プレーナンバー1-24、城北相手陣49ヤードからファーストダウン点。城北高校ファーストダウン、再びクォーターバック11、9リードの溺れて中央突破、ファーストダウン獲得です。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、総督高校6点、広島城北高校0点、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。